水を大事に使っていく、効率よく電気に変換する、カーボンニュートラルっていう言葉が出てきて、改めて注目されている発電方式かなっていうふうには考えてます。四国電力の水力発電所としておよそ30年ぶりに新しく建設されている黒富士川発電所。田中はここで建設当初から土木工事に関わり、チームの要として日々仕事に邁進している。水力発電所については、昔から、いろんな役割を、担ってきている発電所ではあるんですけれども、最近で言うと、そのカーボンニュートラルっていう言葉が出てきてですね、そのカーボンニュートラルに寄与する発電方式として改めて注目されている発電方式かなっていうふうには考えています。約30年ぶりという開発の中で、土木の一大工事だと私は考えてますので、そういった工事を任せていただいているっていうのは非常にやる気につながりますし、モチベーションとしては高い業務かなとは考えてます。この日建設中の設備を案内してもらった。ここはですね、黒富士川発電所の水を取る取水ダムというところになります。取水ダムというのがですね、川の間に堰を作りまして、そこから水力発電に必要な川の水を取るための設備になります。取水ダムから流れてきた水をですね、この下側にある発電所に導水するための管路になります。この中の管の中をですね、水が通ってまして、毎秒 1.55 トンっていう水の量なんですけど、そういった水の量がこの管の中を通って発電所の方に導水されているというような設備です。 1.55 トン、重量で言うと本当にもう車1台分ぐらいの重量にはなるんですけど、こういう自然相手の工事になりますので、やはり想定してたものとは違う状況っていうのが日々出てくる。現地を確認しながらとかですね、日々チームのみんなでですね、考えながら業務の方を進めていくと。本店再生可能エネルギー部で黒富士川発電所の進捗管理に関わる中西。現場の担当者とともに黒富士川発電所だけではなく、水力発電所の新規開発に日々挑戦している。ここは黒富士川発電所の、メインの建屋となります。地元の熊杉を内装材に使っておりまして、地域に根ざした温かい発電所というようなコンセプトになっております。やっぱりこう現場に来て自分の手を動かして作業している時が一番こう充実してるなと感じます。カーボンニュートラルに向けての目標がありますので、新規の水力発電所だったり、季節の水力発電所を利用した増出力であったりとか、そういった案件に携わっていきたいのと、あとはその携わった案件に対してもうできる限り現場に出向いて現場の状況も見ながら業務をやっていけたらなと思ってます。工事自体はですね、始まりが令和3年から始まってまして、もう3年近くやってるような状況ですね。はい、もう何もなかった山の状態からですね、こういった形で切り開いて、発電に必要な設備っていうのを現地に据え付けていってると、はい、状況です。正直最近は完成することを夢見ながら寝てます完成を夢見る田中は、工事において大切にしていることがあるという。やっぱり地域の方々のご理解っていうのは絶対に必要な発電設備になってまして、地元の方からするとあまりこう車通りがなかったところに突然こういう設備ができるっていうところで、協力をしていただく方からすると、大型トラックとかがこう対面できちゃうと怖いので、そういったところからもこういう関係者ではゆっくり走りましょうとか、地元の方と協議させてもらいながらそういう取り組みをしていると。地元の小学生に見学会とか発電所の視察とかっていうのを、していきながらですね、地元の方に愛されるような発電所になればいいかなと、そういったこともやってます。はい、発
電時に CO2 を出さない、まあ、非常にクリーンなエネルギーとして、まあ、最近見直されている発電所ではあります。私自身もこういった自然が好きですし、こういった自然っていうのを今後守っていけるとかっていうんであれば、まあ、私も結婚して子供ができてっていったところで、そういった子供とか、まあ、そのさらに子供の下の孫の世代のためにも推進していくべきなのかなっていうふうには日々思っております。自然の恵みを無駄なく生かす水力発電、カーボンニュートラルに向けて2人が思いを馳せる未来とは。やっぱりこうみんなの意識っていうのは大きく変わるんじゃないかなとは思ってます。まあ、カーボンニュートラルっていう言葉も、まあ、最近できた言葉かなっていうところではあるんですけども、まあ、聞く頻度っていうのはどんどん増えてるかなっていうふうに感じますし、まあ、その今は珍しいカーボンニュートラルっていう言葉っていうのが、まあ、その2050年にはもう当たり前の言葉っていうふうな形になるんじゃないかな。まあ、我々発電事業者としてはやっぱりこういう小さなことからにはなるかと思うんですけれども、自然エネルギーである川の水っていうのを極力無駄なく使えるように、まあ水を大事に使っていくであったり、その使った水をより効率よく電気に変換するっていったところの事業を進めていくことが、まあ発電事業者としては大事かなとは考えています。2人の思いは澄み切っていた。それも達成したいというか、達成しなければいけないなという、まあ、責任感はあります。まあ、ちょっと地道にコツコツと頑張っていければ目標に近づけていけられるのかなと思ってます。やっぱり四国って結構自然が多く残ってる地域かなと、全国的に見てもですね、そういうところかなというふうに言うイメージがあるので、私はこういう自然と、まあ、うまく付き合っていく状況っていうのを、まあ、四国がどんどん進めていけばいいのかなっていうふうに感じています。